チャオ、あっちゃんです。ゴールデンウィークの中休み、逆中休みやね。はい、ね、休みが、前半中半後半ある、ま、後ろ側の休み、5月6日です。はい、あっちゃんにとってはね、子供ちゃんたちといっぱい遊んだ間の、休憩日です。はい、また明日明後日子供ちゃん休みやし、いっぱい遊びたいと思うからね、今日はフル充電したいと思います。はい、まあそんなのでもいいけど、お昼ご飯、あっちゃんもね、そろそろね12時15分になったんで、お昼ご飯食べたいと思います。はい、昨日のお寿司の残り、サバトロサバ寿司が4貫とアナゴが1貫、5貫余ってます。残ってます。余ってますじゃないね、はい、残ってます。でもね、5貫ちょっと物足らんかな。でも、まあ、お昼そんなもんでいいかなと思ってね、多分お腹いっぱいになるでしょうっていうことでね。とあとね、これ見つけた、松茸の香りのお吸い物、これも一緒にしたいと思います。はい、松茸の香りの、久しぶりやなこれ飲むの。松茸はい、これでね、松茸ご飯作ったりとかもしたよ。エリンギ使って松茸の香りのお吸い物で松茸ご飯作っても美味しいんですよ。はい、貧乏臭いですけどもね。はい、そのでもいいや、お湯がもう沸いてるんで入れたいと思います。はい、こんな感じです。はい、では、食べたいと思います。紅生姜、紅生姜足しておきましょう。ではトロサバ寿司を食べます。うん、おいしい。ね、サバ寿司食べたことなかった。っていうか お父ちゃんがサバアレルギーで、結構習って柿の葉寿司とか作るんだけどね、柿の葉寿司っていうか、まあ、酒とかサバで押し寿司作ったりね、だけどお父ちゃんがサバアレルギーで、食べられへんから、あんまり作らへんね、ほとんど酒で。竹の押し寿司を作るんだけども、ね、サバは生き腐れやとか、サバは食べたらお腹痛くなるからダメって聞いてたから食べへんかった。で、大人になった時に何かの時に食べたのかな、たらめっちゃ美味しいやん、これ人生半分以上損してたよみたいな、騙されたみたいになって、それからサバが大好きになったね、あっちゃんは。あっちゃん当たりません、大丈夫です。サバのアレルギーが結構きついみたいで、何かしてる人も何人かいてるんよね。はい、マッチョは大好きです。はい、なんで、焼きサバもダメやし、生サバももちろんダメやし、まあね、あっちもエビダメやからね、わからんでもない、ねんけどもね、まあまあそんなんはどうでもいいんですけどもサバ寿司はね、マヨかけると美味しいよ。マヨかけ食べます。幸せです。昼からお寿司は残りもんやけどね。あと、松茸の香りのお吸い物も美味しいわ。
今ねテレビで便利で楽しい家電特集やってんの。じゃあ結構家電好きやから見入ってんだけど、あこれ見た言ってた、たこ焼きとかホットプレート、たこ焼きプレートとホットプレート一体になってちょっとねおしゃれな形してるやつね、この前イオンで見た。エッグマフィンサンドイッチメーカーやって、市販のマフィンを使えて、マフィン普通スーパーで売ってんのかな、マフィンなんか売ってないよね。マフィンしか作れへんのかあんまり必要ない。穴子1個だけ、あと全部サバ寿司です。昨日ね、お寿司盛り合わせ、いろんなマグロとかタコとかイカとか入ってて、買ってきて好きに食べていいよって、全部子供じゃない、あんな子だけ余ってた。で、盛り合わせは一人一つずつ買ったよかったんけど、半額一個しか残ってなかったよ。ピボ臭いね。事情が寂しいんで、経済事情、懐事情が寂しいんでね、はい、あんまりね、ちょっとね、伊勢とか行ってきたり、ね、奈良でゲーセン遊びに行ったりとかね、子供ちゃんの服、ご洋服買ったりするからね、あんまり無理もできへんので、どこを削るか、美味しく食べられたらいいからね、お寿司も、そういうところでちょっとね、まあお寿司、子供ちゃん喜べやいいや、あっちゃん、まあ、美味しくて楽しければそれでいいやって感じで、そういうところ削ったりするからね。晩ご飯なんかでも100円200円でできても美味しければそれでいいからね、はい。どれだ前は顔にここおいしい、ポップコーンメーカー、こんなフライパンと蓋があったらできるもんね。9980円はいらんよ。可愛いけど、コンパクトフライヤーって卓上フライヤーなんか昔からあるよね。うん、ちょっと子供の頃からあったよ。結構ね、お母ちゃんがガスで揚げ物怖いって、火事いった怖いってやらへんから電気の卓上フライヤーでずっとやってたね。だからあれはよくあるよ。なんかホットプレートって書いてある。ホットプレートも昔からあるもんね。ホットプレートも欲しいよ。ホットプレートがおしゃれに進化とか書いてあるけど、何これ、なんかまな板みたいな変なホットプレート、何が違うんやろ。今すごい売れてるらしいけどね。
白いホットプレートはなかった。白いホットプレートどうでもいいよね。焦げんかってちゃんと焼ければそれでいいよ。最後の半分です。幅がすごい肉厚で美味しかったよ。トロサバっていうぐらいね、脂乗ってるし、昨日迷ってた。柿の葉寿司のサバを買うか、トロサバの握りずにしようか迷ってんけど、厚みこんなあるんだね、あのトロサバね。柿の葉寿司のサバってペラペラの薄いから、まあ柿の葉のね、おいしい、なんていうのかな、香りがついておいしいけどもね、悩んでたんよね、悩んでてんけど、やっぱりトロサバにして正解。おいしかった。水物も飲んで食べました。食べ終わりました。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ということでお寿司のパックを捨てて、ゴミ箱にポイポイで終わりです。はい、今日も洗い物はこれ洗い物はお箸とお椀だけです。はい、ってことで、まっちゃんのお昼ご飯、この辺で終わりにしたいと思います。ではまたね。バイバイ。